さて、ドリフトさせて、車を駐車させる、ゲームやっていきましょう。どうせやるなら、ギリギリを攻めていきたいよね。攻めすぎてぶつかっちゃってるやん。今度は、右のジャンプ台の方から飛び越えて、駐車だ。タクシーは時計回りだが、俺は、もちろん反時計回りで攻めていくぜ。しっかり決めてんのなんかムカついちゃうわね。今度は、2台の間をすり抜けるように、駐車していくぜ。よし、一発。2、3セットで1レベルらしくて、1レベルクリアでこんな感じで、コインがもらえるわね。コインは何に使えるのさ？ガレージでコインを消費して、新たな車をアンロックすることができるわ。2台くらいアンロックしておこう。よし、いいぞ。今だ。いけるか？ああ、曲がりすぎたー。素晴らしい。狭いな、この隙間。あら、警察さん、こんにちは。おまわりさん、逮捕しちゃってください。いや、賄賂もらってるので。最悪なおまわりさんだったわね。タクシーもドリフトしてるやん。これ、草、生える。お、なんか、なんだ、これ。宝箱みたいなやつ開けると、コインがもらえるわ。コインって何に使うの？さっきもその話したよね。2台駐車できるステージだ。珍しいわね。俺のドリフトスキルが光るぜ。今度はコインがたくさんあるステージだね。金お金に金すぎる。あ、黒塗りの高級車だ。おいゴラー、降りろ、免許持ってんのかゴラー。ヤクザを怒らせちゃダメだね。ダメだね。ちょっと動く車多いけど、ギリギリを攻めていく。右から回り込むつもりかな。こんなの俺にかかればちょちょいのちょいよ。ぶつかってますけど何か言うことは？という夢なんですよねこれ。ジャンプ台使っていくぞ。なんでぶつかったんだよ。ジャンプ台置いてる意味。電車が来た瞬間に飛び出してやる。発想が危険。中レベルごとにこうやってトレーラーに車を積むステージがあるわ。これもギリギリを攻めていこう。めっちゃ運転席にめり込んでるわ。判定が仕事してないわね。どう見てもぶつかってるのに。オッケーなんだ。判定ゆるゆるすぎてゆるゆりになったわね。どうやって車運んでるんだろうね。無理があろうかと思われます。まあいいや。じゃあ今回はこんな感じで。バイバイ。